これがなきゃやってられない。まずはサーフボード、メーカーが3ディメーションサーフボード、モデルが今年から出たオーバードライブエレプション、で今回はちょっとコナミ用として作った板なんですけど、長さが、5.8 で厚みが 5.6、 幅が 46.5 ですね。で、まあ、コナミ用にセッティングしたんでちょっと前の方をワイドにしてもらって、まあ、全体的にボリュームもあって、まあ、コナミでもあとはもうちょっとサイズがあっても全然調子がいいみたいです。これがなきゃやってられない。次はウェットです。ウェットはスポンサードクイックシルバー、シルバー、これは厚みが、まあ、3ミリなんですけど、中がステンのやつになっててすごい伸びる素材になってます。で、まあ、試合ですごくパドルが重要なんですごい軽く仕上げてもらってるんですけど、あとはデザインはすごい自分が気に入っているナバホ柄っていう柄で、すごいいつもいろんなウェットに入れてもらってすごい調子がいいウェットです。これがなきゃやってられない。次はウェア。ウェアもクイックシルバーがついてて、ですごい最近ジーパンもすごいかっこいいのいっぱいあって、洋服も上も結構いいのもあったりして、自分はすごい気に入っているブランドです。これがなきゃやってられない。次はヘッドホン。まあ、試合前に音楽を聴くのもそうなんですけど、やっぱりこのクイックシルバーで出した JBL と一緒にコラボで出したヘッドホンがすごい音が良くて、まあ、試合には欠かさず持っていきます。これがなきゃやってられない。次はサングラス。メーカーはボトムっていう、サーフブランドではないんですけど、まあ社長がオーナーがサーファーなんでボトムっていうメーカーなんですけど、すごいサーファーっぽくない形ですごいストリートでは今流行ってきてて、すごいかっこいいブランドです。